まずサンフレッチェのメンバーですが、何人か経験のある選手はアジアチャンピオンズリーグに参加をしませんでした。コンディションを整えてました。一方のレッズは那須が戻ってきました。それから鈴木啓太を中盤で使いました。まあ、今シーズン初めてですね、先シーズンと同じメンバーで臨んだのはね、はい、アウェーまで駆けつけたレッズファンです。まあ、顔なじみの選手が何人かいるという中で、まず水本のパスから後田、広島に前半ビッグチャンスがありました。まあ、西田の守備良かったですね。24分のプレーです。さらに33分左山岸から、その前にいた野津田、これも西川、もういいタイミングで、もうほとんどシュートコースなかったですからね、野津田ね、はい、一方のレッツ42分、牧野から興梠、まあ、こちらもキーパーの林ですね、はい、見事なセーブだと思いますよ。ゲーム引き締まりましたね、やっぱね、キーパーいいですからね。初めてのレッツの決定機、その後のコーナーキックから平川興梠、いやもうこれね、クロス上げたイラカもいいボールですけど、興梠の中の入り方ですね、青山がついてたと思いますが、青山を振り切ってですね、まあ、ディフェンダーの前に出て肩ですね、最後ね、まあ、いい感じでゴールに吸い込まれてきましたね。前半も0対1、浦和リードで折り返します。エンドが変わって後半です。少し広島が福田さんギアを上げてきたような感じでしたか。いや、そうですね、かなり最終ラインも高く積極的にこう浦和のゴールを取りに来ましたね。かなり後半チャンスは生まれたんじゃないですかね。山岸から石原へ、これはよく牧野が、いや、牧野よく体預けてですね、よくクリアしたと思いますよ。80分、柏木、そして交代必要のリー・タナナリ、これも入ったかと思いましたけどね、非常に1対1で体をうまく預けてですね、うまく入れ替わりましたね、リーがね。85分、今度は広島、こちらも交代必要、ここで高萩溜めて右のミキッチ、あの非常にワンタッチでいい形でボール動きましたね。広島らしいコンビネーションからシュートでしたけど、まあ高萩パスしたことでね、シュートコースがちょっとなくなってしまったなと思いますけどね。さらにここは青山から石原、森脇がブロックします。森脇よく つきましたね。これ石原にしてみると、もう少し自分の右足の方にボールをコントロールできていればね、シュートっていうシーンでしたけどね。91分のシーンです。レッズディフェンスラインの背後から、ね、オフサイドかと思いましたけど、オフサイドじゃなかったですね。まあ、原口の一番得意な形ですからね、まあ、広島にしてみると1点追いかけてましたから、この2点目取られるっていうリスクは分かっていましたけどね、そこしっかりとこう原口が決めましたね。得意な角度だと思いますね、はい、勝負を決める2点目、9番も背負います原口が決めました。で、今シーズン開幕戦もそうでしたが、しっかりと最後は守ってシャットアウトゲーム、